冒険開始だ。この岩、飛んできたサニーの怒りで崩れたみたいだな。ん？岩の隙間から風が吹いてる。この岩、切るか。ここから島の奥に行けそうね。よし、帽子を持っていったやつを探すぞ。出発進行。あう、行くぞお前ら。点在する遺跡の塔、その構造と配置、私の記憶に間違いがなければ、光の道が天へと続く伝説の島ワフルド。ワフルド？ええ、ワフルドには大いなる宝があると言われているわ。大いなる宝？どういうことだロビンちゃん。そうなのが出てきたな。いけるか。ギアセカンド、ゴムゴムのジェットバズーカー。俺の番だな。行くぞ。アームポイント確定。クラッシュ。切り替えがありそうだ。そっちか。三刀流奥義、三千世界。サンダーランステンポ。
二刀流、いよい羅生門。怖くなんてねえぞ。大丈夫、これでみんな治せる。ありがとう、チョッパー。おう、舐めないでね。こう見えて、なかなかやるわよ。サンダーボルト、テンポ！ちょっと、やばいかもな。あっちー！ゴムゴムのガトリング！俺は海賊王になる男だ。こんなところで負けてらんねえ。俺はまだまだ強く、俺強くなった気が。悪くないわね。こいつらが麦わらの一味か。なるほど、噂通り役に立ちそうではあるが、さて。あちな、だったんだよこいつ。どうやって動いてるんだ。燃料もねえようだしな。最後は炎の攻撃も弱まってたな。出てきたぞ。な、何が起こってんだよ。次から次へと、一体何だってんだ。ウソップ、危ない。往生際の悪い野郎だ。どういうことだ。力が入らねえ。何を遊んでやがる。みんな下がってろ。俺がぶっ飛ばす。ゴムゴムの。あれ、どうやんだ。あんたたち何やってんのよ。おかしいわね。私も能力が使えない。違う、使い方を思い出せない。してやる。そっちけ。そこをどけ。なんで私なのよ。任せて。こんな。
下がれ。そいつはお前ら全員を殺すまで攻撃をやめねえ。やめて。元気がいいのは結構だが、敵と味方を見極める冷静さは持ってねえとな。何をしやがった。あの石像には行動範囲がある。そこまで逃げれば大丈夫だ。ついてこい。何してる？こっちだ。ついてこい。あの炎の巨像、あいつは何なの？あいつはこの島の守り神だ。それってやっぱり宝を守って。それより飯だ。腹減った。ごちそうしてやってもいいぜ。本当か。大したもんはねえがな。ここは俺の小屋だ。好きなだけ休んでいくがいい。まあそいつはありがてえけど。信用できないか。とりあえず自己紹介でもしておこう。俺の名はアディオ。職業は探検家といったところでな。数年前お前たちも遭遇した嵐のせいで乗っていた船が沈没し、この島に漂着した。何気に居ついちまってさ、そのままリムと暮らしている。リム？誰だ？そいつだ、うん、なあ！お前さっきのやつじゃねえか。あなたが触れた後に私たちの力が失われたわ。無関係ということはないでしょうね。ええ、私のせいよ。ごめんなさい。でもあなたたち海賊でしょ。しょうがないじゃない。海賊なのは認めるけど、それとあのキューブにどういう関係があるの？この島は不思議な嵐に囲まれていて、普通は島にたどり着くことはできない。船はすべて海の水だ。だから偶然漂着できちまうやつがいる。嵐を乗り越えてくるのは海賊が多くて、弱い者にも暴力を振るう嫌なやつばっかりよ。なんだよ、俺たちはそんなことしねえぞ。だから私は力を使うの。手で触れた相手の技や能力をキューブの形にして奪うことができるのよ。どういう仕組みだ？これは私の一族の血筋によるものだってアディオが言ってた。つまりあなたはその力で危険な海賊から被害を受ける前に戦…そうよ。他にもキューブの情報をもとにして人や動物を具現化したり、キューブの持ち主の記憶の中の世界に入り込むこともできるわ。すげえな。お前も悪魔の実の能力者なのか？悪魔の実？知らないということはお前の能力は別のものみたいだな。それで失われた能力を戻すことはできないのかしら？大丈夫。飛び散ったキューブを見つけて再び定着させれば。そうか、じゃあ探しに行こう。それしかなさそうね。よし、その捜索俺も行く。え、あなたが？さっきも話したが、リムとはこの島で出会ったの。血のつながりがあるわけじゃないが、今は親代わりみたいな。だから俺も手伝わせてもらうぜ。新世界のご多分に漏れず、この島も特殊な性質を持っているからな。
外の世界の常識が通用しないことも多い。手始めにそのあたりのノウハウをあまり危険のない洞窟で学んでみたら、運が良ければキューブも見つかるだろうぜ。危険がないだって？まあそれなりに準備をしていけばそこいらの人間でも帰ってこられる危険度だな。本当か？騙してんならただじゃおかねえぞ。ははは、安心しろ、そんなつもりはないさ。さあまずは準備だ。そうだ、飯を食わせてやる約束だったな。遠慮せず上がってこい。いいぞ、約束だからな。本当に一人で全部食ったのかよ。すげえな、簡単に平らげちまった。2階は寝床みてえだな。あら、ここ風が気持ちいいわね。じゃあ行くか。準備はできてるな。よし、この道をまっすぐ進んでくれ。この変わった島の名前、あなたは知っているのかしら？ワフルドだ。その顔、ワフルドの名前は知ってるようだ。そう、ここが伝説の島、ワフルドだ。
絶景じゃねえか。島の内側はこうなってたのね。おい、あそこにいるやつ、最初に俺たちを襲ってきたやつらの仲間か。また襲ってくるかもしれねえ。お前ら気をつけろ。今の力を試すにはうってつけだな。おい、隙だらけだぞ。怪物のパワー見せてやる。よし、行くぞ。悪いが加減するつもりはねえ。行くぞ。キル。終わりだ。これ以上はやめとけ。そこの橋を越えてまっすぐ行けば目当ての洞窟だ。今の力を試すにはうってつけだな。行くぞ。邪魔だ。来いよ。これならどうだ。終わりだ。よっしゃ、ここまで腕が上がるとは自分でも驚きだぜ。あれが洞窟か。やっぱりあんまりいい感じの場所じゃなさそうだな。さてここだ。今の自分たちの力を試すといい。俺は先に戻ってるぜ。頑張れよ。よし、行こう。ここは自然に風化した状態ではないわね。この洞窟ごと落とされて崩れたという感じ。それだけ大きな地殻変動があったってこと？原因はわからないけど、何か大きな衝撃が加わったのは確かだわ。ワッフルドを語る伝説の中に一夜にして現れたというものがある。海底火山の爆発で生まれたとか。でもそれじゃあ遺跡が崩れてることの説明にはならないわね。ジャヤのようにノックアップストリームで飛ばされてきたのかもしれないけど、もっと詳しく調べないと。まだまだ情報が足りないわ。とにかく奥に行ってみましょう。お宝があるかもしれないし。待て待て、アディオのやつはああ言ってたけど、本当に安全なんだろうな。
見張られてるような気配がするな。あれ、この匂い前にどこかで。洞窟にわざとらしい宝箱なんてできすぎた話で怖くねえか。ブーイ、なんでもう開けてんだよ。これはアクセサリー。ずいぶん古いもののようね。から抜けてたキューブじゃねえか。この距離じゃよくわからねえな。取りに行こう。この橋、まさか崩れたりしねえよな。うわ、橋が壊れた。戻る道を探さねえとな。てめえはおとなしくしてろ、マリモ。余計道に迷っちまうだろうが。喧嘩しとる場合か。今は道を探すのが先でしょ。まったく。じゃねえだろ。こいつ俺らを襲う気だぞ。道を開けるつもりはねえようだな。邪魔すんならぶっ飛ばす。けどなんだってこいつら急に。俺たちの縄張りに入った奴らは許さないって。何よ、ちょっとくらいいいじゃない。ナミ、私たちは橋も崩しているし、ちょっととは言えないわ。そんなこと言ってる場合か。やるぞみんな。こんな奴らに負けてられっか。刃こぼれすら己の恥だ。邪魔だ。やるな。俺だって戦えるんだ。待ってろ。
天候の変化にご注意ください。こんな。うさうさ。切り替えのありそうな相手だ。これならどうだ。なんか企んでやがるな。どうすっかな。次はこいつだ。うりゃあ。みんな怪我はないか。行くぞ。俺お前の役に立つ怪物になりてえ。ああ、ありがとな、チョッパ。この力があれば大事なもんだって守れる。怪物と呼ばれようと俺は強くなる。私の予報は百発百中。決して俺は強くならなくちゃいけねえ。全員俺についてこい。今なら納得のいく蹴りが出せそうだ。成長を実感できるほど強くなれたのね。モーガンさん、島キロです。あの島なの。ここ止めろ。なんでだよ、上陸しねえ。島に近づく嵐ね。黙って闘病監視を。これって飛んでいったキューブじゃない？どうすりゃいいんだ？食えばいいのか。あんまりうまそうじゃねえけどな。あ、なんだ。急に体が軽くなったな。不思議ね。能力の使い方も思い出したわ。思い出した。さっきはなんでできなかったんだ。ちゃんと伸びるな。
女だと思って舐めてると痛い目見るわよ。ゴムゴムのガトリング。ゾロ、次も俺に任せろよ。キャプテンは後ろで構えてるもんだ。俺の体はさらなる強化を遂げたんだ。やったー、技のキレが戻って少し。くれるんじゃねえぞ。アームポイント。うわっ、これが相手だ。そこだ。さあ、ガツンと任せて。海の一流国。いや待て、お前にはあれが見えないのか。気持ち悪い色をしたコウモリが群がってるじゃねえか。安心して、あんたが血を吸われてもお宝さえ手に入れば私は大丈夫よ。大丈夫なわけあるか。天候の科学、とくとご覧あれ。よし、俺様に任せる。トップの一撃、これでどうだ。ここが正念場だ。大剣、文句あるか海賊王。
シない。俺の体は寝ざ。なんだ、どこから現れやがった。ナミさんを助けに行くときに邪魔したやつか。ウサコさん、なんて言ってるんだ。チョッパー、コウモリが怖くて隠れてたって。隠れてた？消えてたように見えたけどな。イーサー、やっぱり消えるんじゃねえか。あいつ、助けてくれてありがとうって言ってたぞ。行くぞ。うれ、よし。一応切れたが、くそ、まだ腕が握ってる。肩慣らしと行くか。そっちか。刀のためにしてやる。俺はまだまだ強くなれる。私の予報は悪い。数も多い。何かいるのか、こんなところに。シッシッシ、暴れるぞ。って、なんだとこら。足手まといにはならねえ。くらえ。やるぞ。間違ってもレディ。今行く。来いよ。
悪くねえ戦いだった。おかげでまた一歩強く。よっしゃー、この入り口に戻ってこられたみたいね。よし、変なのが出てくる前にここから出ようぜ。てめえらがずっと見てやがったのは。そうだ、獣には火。ウソップ、あんたの技でなんとかならない？やってみる価値はありそうだな。なんてねえぞ。交代だ。必殺火薬星。強えな。ゴムゴムのバズーカ。やったな。おいおい、なんで俺のところに。切り替えがありそうだ。竜巻。俺の方が強い。少し強くなったぞ。いい調子。目指す。私のせい。悪くない。